はい、皆さんおはようございます。アタンダータカです。今日は2月の22日222いいですね。はい、木曜日で、今日最高気温がね、アトランタは69度まで上がります。はい、多分あの店に冷房入れないとダメでしょうね。今日は、まず、株がねバンバン上げてますね。日本はまあ最高値更新しましたけども、アメリカもあの特に半導体のあの NVIDIA、 これ私は昨日、安いところで670で買ったんですけども、まあ2株ですよ、高が2株 でこれでまあ全部で持ち株の合計が、8株になったわけですよ。まあさすがに高いんでね、あの10株とか100株で買えないわけですよ。で10株買えば、7700ドルぐらい、ね、大変です。まあそれをしたときね、あのぼちぼちあの家があの売れる時期っていうか、皆さんが家を買う時期なんですよね。で、あの大体アメリカ人っていうのはあの期末になって動くわけですよ。というのはあの子供のね学校で大体動くんですね。で、あの学校が終わるのが、5月のメモリアルの、ですから今度は第4月曜日ですから、まあ、その前の週にも学校終わるんですよ。で夏休みの間に移動して新学期を新しい家で迎えるというパターンが大体多いんですよ。ですからまあ実際に4月ぐらいから家が動き出すわけです。でまああと約1ヶ月で動くんですけど、まあ私のね簡単なあのアドバイスが、まあ、役に立てばいいなと思いまして、ね、これを今から話すわけです。でまずあの何を見ないといけないかというと、あのアメリカの場合ね、あの車通勤なんで、あの渋滞がどうなるかっていうのを見極めないといけないですね。ですから例えばあのほとんどの人がね、例えば週末家見に行くんですよね、あの土曜日とか日曜日に。そうするとあの道は混んでないわけですよ。だけど月曜日の朝とかね、例えば金曜日の夜夕方にその買いたい家の近くをこう見ると大渋滞してるとかね。でそういうのが見えないわけですよ、あの週末に行くと。だからこれがまず大きなポイント。だからその買いたい家の修理の交通修理ですねの交通状況を必ずあの 週中と週末と2回なり3回分けて把握しないといけない。で例えばそのアトランタの場合、今あのインターステート75の南の方、空港の南の方なんて、あの宅地開発がどんどん進んで、あの土日でも渋滞してるわけですよ。だからこの辺がね、あの読めないですよね。だからこれがまたそのね、あのどこに行くにしても時間かかる。なんで日曜日なのに渋滞してんのよっていうことになるわけですよ。だからそういうところにまあ家買うとね、何年後悔するわけですね。あのそれからあとはその雨ですよね、自然災害。これね意外と皆さん見落とす人が多いんですけど、雨が降った時にどうなる、水がどう流れるかっていうね、あの基本的なことですよね。あの例えば大体こう道があってね、どっちかが高いどっちかが低いっていうパターンが多いと思うんですよ。だからなるべく買うなら高い方買った方があの水は低い方に流れますからいいわけですよね。そういうことも考えないといけない。それからまああの団地で買うならば、団地っていうかあのいわゆるサブディビジョンでね、買うならばあの周りのうちにどんな車が止まってるか、まあ車見れば大体ねあの収入がわかるっていうかね、あのその辺はやっぱり大事ですよね。まああのうちなんかね2軒横がなんかあのユダヤ人にあのなんか家を貸していて、なんか結構週末夜遅くまでなんか音楽かけてね、なんか宴会みたいなのやってますよね。あの近くにあのユダヤ系の教会があるんでね、まあ、そこにあの近くに最近なんかユダヤ人が増えてきてるんですけどね、まあそういうことも大事です。であの新築を買うといろいろ問題が起きます。というのが新しいものっていうのはやっぱりいろいろあるわけですよ。で何かがついてないとかね、そういうこともあるわけです。だからまあ、あの2、3年落ちぐらいの家を、まあ、車と一緒で2、3年落ちぐらいのものを買えば、例えばあのもうあんまり木が曲がるとかね、そういうこともないでしょうし、あ家自体も安定するわけですよ。
だからまあその辺も ある種の私はポイントだと思いますよ。まあだからそんな感じで家を買いたい人ね、今から競争が激しくなります。で今のところまだ金利がね、先週でしたっけ、7% 超えたんで30年固定の全米平均だから今ちょっと皆さん買い控えです。ただまあ返せる力があるならね、別に何パーセントでも関係ないわけですよ。だから30年固定で組んでもね、それを15年で返せばいいわけですよ。アメリカならそれができると思うんですね。日本はまあ金利が今安いんでね、なるべく長く払いたいっていう。だけど35年ローンも私に言わせればおバカだなと思いますね。やっぱり借金もない方がいい。まあ私はそう思います。はい、以上です。